我々は強靭な存在だと思っていた。鉄の豪傑、最後の都市を守るために全力を尽くすと誓った。そして命を落としていった。これを研究して、残ったのは私だけだ。これを研究して、私と来い、ガーディアン。今度は失った仲間たちの復讐を誓う。これを研究して、その力を証明し、鉄の豪傑を今こそ再起させる。はい、皆さんこんにちは、横山和樹です。デスティニー初見実況プレイやっていこうと思います。よろしくお願いします。どれほどあなたを探したことか。私はゴースト、これからはあなたのゴーストです。まあ長いこと死んでいたのですから、理解できないことがたくさん出てくるでしょう。ここは危険です。彼らにやられてしまいます。シティに向かう必要があります。じっとしてください。心配しないで、一緒にいます。先を急ぎましょう。ここはフォールンの領域です。はい、じゃあやっていきましょう。場所にいては危険すぎます。ムービーが長くて、眠たくなっちゃいましたけど。じゃあ進んでいきましょう。なんだこれ、 R1 ボタン攻撃じゃないの。攻撃じゃない、あ、攻撃なのかな。射撃武器があると思ってたんだけど、手を出す仕草をしていますが、どうやらここはもともと人が住んでいたんですかね。車がたくさんある。とりあえず何かがいるらしいので、もう走って逃げちゃいましょう。わ、かなり細かくステージが作られてますね。フォールに見つかる前に武器を確保するのです。あー、なんか暗いな。工場。うわ、なんか出そうと思ったら、なんかすげえ暗くなったんだけど。どこどこどこ、上ってどこ。うわー、この階段とか登ったらなんかさ、バシャーンとかガシャーンとか窓が割れてなんか来そうだね。怖えー。あね、こういうね、バイオハザードみたいなね、怖いところはね、怖いゲームはね、あんまりね、好きじゃないんだよね。こういうゲームだと思ってなかった。あー、怖いんだけど。武器ってどこ？ちょっとお待ちください。フォールは闇の中で力を発揮します。もっと光が必要ですね。マジ、マジ超クレー。明かりをつけられるか見てみます。照らしてくれ。別に強化されたのか。全然照らしてくれねえんだけど。これが明るいの。おおおお、あー、なんか明るくなった瞬間敵がめっちゃ来たんだけど。あー、これ武器何も持ってないよ。どこどこ武器。ライフルを取る、ライフルを取る、ライフル、どこどこに落ちてる、見えないんだけど。どこ、マジどこだよ。ライフルないぞ。どこどこ、あ、おっと、これか。
これだ。25発。マジで武器手に入れたけど。もう出てくんじゃないの？来ないの？来んのか来ないのか、はっきりしろよ、相手ら。もう時間的にはここら辺まで来てると思うんだけどね、さっきの橋渡ってたらさ。そろそろここまでついてていい頃だろう。もう絶対そこにいるだろう。おいおい、出てこいよ。来るなら来いよ。来るなら来いよ。おい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 。おじけづいたのかい？おら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 い。来ないなら行っちゃうぞ。え？行っちゃうぞ。いない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 。なんでいないんだよ。そこか。そこだ、ね。なあ！倒してやったぜ。あいつもか。この野郎。おらおらおら。おら。おっとと。おら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 。なあ！うおお、ああ、何か、あ、なんかアイテムある。中を見てみましょう。オッケー。何が出るかな、何が出るかな。特殊ウェポン。強そうだな。これは赤外線トラップ。しゃがむ、まるでしゃがむ。ああ、しゃがむ。危ない。当たるよ、当たるよ、危ない。なんか今、なんか今、取った、なんか今、取った。ドーン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 。隠れてんだ。うれ。あらうらうらうら。うれ。うれ。うれ。おお、なんかまだ、おお、なんかいた、なんかいた、お前な、パン、おい、パン、よし。この場所は思っていたよりもホールンだらけです。もう少し進みましょう。何か残されているといいのですが。出てくる雑魚敵が多い。ちょっと時間食っちまったわ。お、開けた場所に。ここはかつてのコスモドロームです。ディバイド。各惑星や月に船を送り込んでました。何？船があるはずです。何何何何、やめて。ここで戦うのかな、またボス戦かな。なんかボス戦っぽいよね。大きな振動が。これ行かなきゃダメかな。行かなきゃダメだよね、多分ね。いやー、なんかでっかいの来たんだけど、あれ。あれボスかな。ホールの船です。違う？なぜこんな地表近く。なんかちっちゃいのもついてくる。突破してください。この右にある戦車に乗りたいわ。とりあえずもう行くしかないんだよね。あ、なんか今雑魚敵を下ろしてったんのか、あれ。うわ、マジかよ。はぁ、あ。ドゥー、ドゥー、ドゥー。バンバンバン、バーン、当たんねえよ。ドン、パンチ、パンチ、パンチ、ドン。あ、痛い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 。パンチ当たんない。パンチ、おい、パンチ。マジかよ、なんかいる。うわー、うわー、おー、おー、お前いたのか。よっしゃー、全滅か。ようやく先に進めるぜ。古い船の信号を確認。これを使えば脱出できるかもしれません。あー、もうアップグレード解除。気味悪いとこだな。なんかまた出てきそうな予感がする。あ、ここでもあれか、ドックって書いてる。格納庫的なとこなの。ドッ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 、おら、うら、隠れて、ブー、あー、うー、へへへ、もう終わった。おっとっとっと、いるいるいる、リロードリロード、ちょっと待って、パンチ、うー、パンチ。ドアの影に隠れてるとは卑怯な奴らだ。
お、なんか飛行船。敵を排除してください。おー、なんか降りてきたんだけど。うん、なんか降りてきた。なんかパンチで威嚇してみたんだけど。おー、いいね、いいね。おいおいおい。ドゥドゥドゥ。ドゥドゥ。ドゥドゥドゥ。なんかさっきから唾飛んでんだけど、テーブルの上にめっちゃ唾ついてる。やってみます。ブーって書いてるから、ブーって。あ、なんかなんだなんだ。イベントだ。てかマジテーブルの上めっちゃ汚い。ここにあります。何世紀も動いておりません。そんなに新しそうな飛行船じゃねえ。ホールに根こそぎ荒らされていなくてよかった。超古い方なんじゃないこれ。問題ありません。この子は何？一体何者なんだ？超ハイテクな機械だよ。喋る機械。おい、なんか動いたし。マジかよ。とりあえずこれによって逃げて、次の惑星行くってことだな。早くしないと追ってが来るから。追ってくるだろ。OK。軌道突破は無理ですね。シティまでは飛べるはずです。さて、このトランスポーター、もうちょっとかっこいい飛行機が良かった。おいおいおい、なんか来たぞ、なんか来たぞ。あー、なんか強そうなやついる。なんだこいつ、こいつ後から戦うんだな。船内に転送します。すげえ、なんか転送の仕方おかしいだろあれ。あー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 、見え切れた。戦いは準備をしてから帰還しましょう。誰こいつ。これは後々出てくる。さっきのあいつ一体何者なんだろうね。伏線が引かれてるね。後々出てくる強いやつかもしれない。次は雪山。どこに向かってるんだ。お、雲を抜けた先にあるのが月。違う違う、月じゃない。これ何これ。ここは一体どこですか。なんか高いところに降り立つの。なんだここは。お城か。地球最後の都市シティへようこそ。トラベラーが守る唯一の安息の地です。何世紀もかけて建造されましたが、今はいつまで持つか分かりません。このタワーでガーディアンは暮らしています。じゃあパート1はこの辺かな。ご視聴ありがとうございました。次回予告見てください。この後すぐです。生還したかつての勇者は追っ手を振り切り、ついにガーディアンの都タワーへとやってきた。そこにはガーディアン以外にもカボチャ星人がおり、仲良くなる前に彼は去っていったのだった。このことをちょっと聞きたいだけなのに、そう思って待ち人に話しかけるも、相手にされず、ただただ時間が過ぎていた。まともに話せる人がいない。ならば踊ろう。次の惑星では変な奴に絡まれることだった。次回デスニーケズノショーパート2、迷える子羊とオービットの囚人。絶対見るよね。